いけませんね。ダンスホールは学生の行くところではありません。校則で固く禁じられている行為です。先生、有森がダンスホールにいたのは遊びではありません。音楽を愛する気持ちが止められなかったんです。僕も一度は一緒にホールに行きました。有森を処分するなら僕も処分してください。ダンスホール通いを理由に仲間からピアノ教室の除名を突きつけられた桜子でしたが、西園寺先生が思わぬチャンスをくれました。宮見沢さん、これを弾いてください。あの、楽譜は？楽譜はありません。即興で作ったものですから。では無理です。松井君は？もう一度弾いていただけたら。では有森さん。はい。はい、いいですよ。では少し変えてみましょうか。変えて？自由にアレンジをしてください。ジャズでやるように。はい。わかりますか？彼女は非常に耳がいい。初めて聴いた曲を再現し、そしてそれを即興でアレンジする才能があるんです。他の誰にもない才能です。ピアノの腕はこれから磨けば伸びるでしょう。4歳からピアノをしていたあなたとは違って遅咲きなだけです。巷では最近音楽学校不要論なるものが横行していますが、私も近頃お上から呼び出されて予算を削減するぞなどと脅されたりするんです。しかし私はその度に言うんです。若い芽をどうか潰さないでほしいと。松尾。あ、悪い子じゃないんですよ。ただ君を認めてしまうと自分を否定してしまうように思ったんでしょう。そういえば松井君。はい。まだ返事を聞いていませんでしたね。演奏旅行のことはご両親にお話しされましたか？そのことなんですが先生。まだなんです。もう少し待っていただけませんか？はい、わかりました。ごめんね、さっきは勝手にあんなこと言っちゃって。ほいでも私、辰彦さんにはどうしてもドイツに行ってもらいたかったもんで。辰彦さん、音楽を愛する気持ちが止められんかったって言ってくれたよね。あれ、辰彦さんも同じだろ？辰彦さんも本当はドイツに行きたいだろ？無責任なこと言うなよ。無責任なこと言うな。ふえ姉ちゃんだ。桜子様、暑い中日々精進しておられることと思います。生活も楽ではないでしょう。お盆にはこれで岡崎にお帰りください。
辰彦さんによろしくお伝えください。私があなたを岡崎に連れ戻そうとした時、彼は誰よりも熱心にあなたのことをかばっていました。いいお友達ですね。少し羨ましく感じました。今日はありがとう。私のためにいろいろ言ってくれて。停学になるかもしれんのに私のことかばって言ってくれたんだよね。おいなのに私お礼も言わんで。本当にありがとう。まだ怒っとる？この人のために何かしてあげたい。桜子はドイツへの思いを断ち切れずにいる辰彦を見て切なくなりました。好きな気持ちだけで突っ走るわけにはいかない。突っ走ってみたら？おい。はい。月分の給料だ。ありがとうございます。なんか買いたいもんでもあんのか？はい、ちょっと。ドイツには必ず行ってきてください。これは私からの選別です。練習中だから邪魔しんで。わかってる。ありがとう。ありがとな。お袋に話してみるよ。まずはぶつかってみないとな。私は辰彦さんの味方だよ。これからずっと味方になるでね。
と言われても。星が綺麗な夜でした。桜子と辰彦の距離はほんの少し縮まりました。後で見せてください。うん。何ですか？ごめんください。ごめんください。誰もおられんのですか？桜子と辰彦が同じ屋根の下に住んでいることなど全く知らないカネが突然現れました。辰彦です。マロニエ荘に突然やってきた母さんは、僕が桜子さんと同じアパートにいることにもうカンカン。岡崎に帰るよう命じます。時代が戦争へ進む中、西園寺先生やアパートの仲間にもその影が現れ始めます。そんな矢先、実家の父が倒れたという知らせを受け、僕は岡崎に帰ることになります。僕と桜子さんの進む道はどうなっていくのでしょうか。順序きらり、来週もお楽しみに。